天才の輝きファンロマン・リケルメがサッカー界に残した伝説。序章リケルメの登場。ファンロマン・リケルメは、1978年6月24日にアルゼンチンのブエノスアイレスで生まれました。彼は幼い頃からサッカーに情熱を注ぎ、地元のクラブであるボカジュニアーズの下部組織に入団しました。リケルメは、その才能を開花させることができ、1996年にトップチームデビューを果たしました。彼は、その後すぐにアルゼンチンサッカー界の新星として注目を集めるようになりました。ボカジュニアーズでの活躍。リケルメは、ボカジュニアーズでの活躍を通じて、アルゼンチンサッカー界のトッププレイヤーとなりました。彼は、攻撃的ミッドフィールダーとして、チームの中心的存在となり、数のタイトルを獲得しました。彼のプレースタイルは、独特のテクニックとビジョンを持ち、チームメイトを生かすことができるプレーメーカーとして評価されました。リケルメは、ボカジュニアーズでの活躍を通じて、アルゼンチン代表にも選出されるようになりました。ヨーロッパでのキャリア、2002年、リケルメはスペインの強豪バルセロナに移籍しました。しかし、バルセロナでは、監督との確執やチーム内の競争が激しく、リケルメは十分な活躍の機会を得ることができませんでした。その後、彼はスペインのビジャレアルに移籍し、ここで再び輝きを取り戻しました。リケルメは、ビジャレアルでの活躍を通じて、ヨーロッパのトッププレイヤーとしての地位を確立しました。彼は、チームを UEFA チャンピオンズリーグ準決勝まで導くなど、ビジャレアルの歴史に名を刻みました。アルゼンチン代表での活躍と引退。リケルメは、アルゼンチン代表としても活躍しました。彼は、2006年の FIFA ワールドカップでは、チームの中心選手として活躍し、アルゼンチンを準決勝まで導きました。しかし、その後の代表チームでは、監督との確執が表面化し、リケルメは代表チームから遠ざかることになりました。彼は、2011年にアルゼンチン代表を引退し、その後はボカジュニアーズでプレーを続けました。リケルメは、2014年に現役を引退し、サッカー界から姿を消しました。リケルメは、その才能と独特のプレースタイルで、サッカー界に多くの伝説を残しました。彼は、アルゼンチンサッカー界のみならず、世界中のサッカーファンから愛される選手であり、今もなおその名は語り継がれています。ファンロマン・リケルメの輝きは、サッカー界に永遠に残るでしょう。